明海大学は埼玉県坂戸市欅台キ1番1号に本部を置く日本の私立大学である。1970年に設置された。大学の略称は明海、明海大。1970年に女性歯科大学として学校法人女性大学の設置する女性大学の隣に設置されたのを起源とする。創立者は朝日大学の創立者でもある宮田慶三郎。 1988年4月に外国語学部と経済学部を設置、大学の名称を明海大学に変更した。名称の元となった浦安キャンパスの所在地の浦安市、明海の地名は明海と読む。社会性、創造性、合理性を身につけ、広く国際未来社会で活躍し得る優位な人材の育成を目指す坂戸キャンパス別途記載なき場合。 出展は2011年度事業報告書、中国台湾、タイアメリカが衆国メキシコカナダニュージーランド、フィンランド韓国オーストラリア台湾、中国アメリカが衆国イタリア、南アフリカ共和国日本台湾イギリス中国、韓国オーストラリアカナダアメリカが衆国広報、資料、プレスリリースなど一時資料。ありがとうございます。